さあ8月の20日、東西戦スタートしていきます。チョッキーさんお願いします。さあチョッキーさん、まあ、1人目は、まあ、今日はですね2、4、6、8と11対11と、まあ、先週お盆の東西戦がかなり人が、まあ、いたということを考えるとですね、まあ、ちょっと、人数は少ないんですけれども、今日も、まあ、ある程度人数集まってくれております。はい、そして1人目、鳥羽さんのレミーと、1人目が三島青白さんの、9なんですけれども、障害ですね、はめてますねこれ。相手スマブラ勢なんですけれども、チョッキンさんスマブラどうですか。スマブラやられたことありますか。ないですね。ないですか。スマブラってあのエボリューションの、種目に入ってるの知ってます、はいはい、多分僕知らないですけど、スマブラで勝つと200万円ぐらいもらえるんですよ。すごいですね。はい、さあ鳥羽が攻めて、まあ、これスマブラ勢ということで、チョキンさんの三島大八さんは、はい、まあ、おそらくあの格闘ゲーム初めてな、はい、なんじゃないかと言われているんですけども、はい、このキャラクターなんですよね。そうなんですよね。 Q を選択しているというのは何か意味があるんですかね。まあ、ただですね、この鳥羽は非常に冷酷な女なんで、もうこれ相手関係ないですから、これはもう殺すと、そういう意気込みを感じますね。はい、1人目そうです。さあ2人目はドライのヒューゴー出てきました。まあ、ドライのヒューゴーはもう東西戦といえば最近はもう、まあ、今回はドラえもんですけども、ドライのヒューゴーさんといえばドライのヒューゴーさんって何だ。ドライのヒューゴーといえばもう東西戦は常連ですね。そうですね。まあ、しかし、チョッキンさん、はい、まあ、甲子園も終わってですね、はい、まあ、夏が終わりかけておりますけれども、はい、今年の甲子園どうでした。どうなんですか。見てないんですか。見てないですか。はい、ごめんなさいね。チョッキンさん、夏といえば何ですか。夏と冬どっちが好きですか。夏ですね。夏の方が好きですか。はい、なんでですか。僕も夏の方が好きなんですよ。冬はなんかもう寒くなって身も心も寒くなった。僕は冬の方が朝起きるのが辛いんで、そういう意味で夏の方が好きです。さあそして鳥羽対ドラえもんなんですけど、どちらかというと鳥羽の方が夏感じますかね。チョッキンさん、そうですか。今適当に言いましたよね、チョッキンさん。ああ、画面を見てたんですね。すいません、僕が悪かったですね。壊し様、ソニック。ここは画面端しょいたくない鳥羽。さあドラえもんは積極的に距離を詰めて逆に投げ返していく。レミ対ヒューゴーというとですね、はい、どうしても、まあ、ピエロ YSB なんかを僕は想像してしまうんですけども、はいはい、これ直近さん的にはこれどちらが有利そうなカードですか。私はヒューゴーの方。ヒューゴーの方が有利そう。肉体的な問題ですか。ヒューゴの方がちょっと太いし、あっとこれは最後はソバットが入ってドライブが勝利。次は、タルバインさんですね。バインさん、そして、2人目 2P チームも2人目、2人目対2人目の対決になりましたが、あ、1P チームですね。 1P チームは、はい、2人目がタルバイン出てきましたが、まあ、一般的に、まあ、チョキンさん、いわゆるこれはエデンスカイが大好きなカードですけれども、いや私結構辛い。辛いんですか。これヒーリングでなんかズルできるカードはないですか。まあ確かにズルっこはできるんですけど、はい、なんかエレナの人口増えてきて、はい、なんかヒーローがもう対策が、うっそそうなんです か。ちなみにチョッキンさんが長年ですねエレナを使ってきて、はい、まあ、目標とするエレナというか、はい、一番好きなエレナ使いというのは誰ですか。てっぺいさん。てっぺいさんですかね。あとはケンゾーさんも。ケンゾーさんですかね。そうなんですけど、まあ、てっぺいさんもケンゾーさんもかなり攻めっ気が強いプレイヤーですので、はい、まあ、確かにチョッキンさんも、まあ、どちらかというと攻めていくプレイヤーですので、はい、 そうですね。まあ、そういったプレイヤーが好きですかね。ちなみに何か他のキャラを使っていて、この人には注目しているだとか、昔からこの人はすごいなと思うっていうプレイヤーは誰ですか。すごいな、最近なんかもう見ないですけど、マグさんの竜とか。マグさんの竜ですか。渋いですね。
新流やっぱ新流拳がいいですか。そのマグさん、マグさんは新流拳がいいですか、ね。かっこいいですね。あ、新流拳じゃない、新小流拳か。龍が好き。マナオさんはどう？どう？マナオさんはちょっと。はい、あ、クリさんとかも結構好きですね。クリさんはまああれですね、クリさんは派そうですね、花がありますからね、結構。はい、龍が好き、珍しいですね。さあ、ここはタルガイン買って、さあ、はい、3人目、ミツさん、ミツさん、さあ、チョッキンさん、ここで、海外勢イタリア・ベネツィアからはるばる、来ていただきましたミツさんの、いびきですが、はい、なんとですね、先ほどの試合私見ていたんですけれども、はい、あの富永さんを倒しておりましたね。なんと、はい、で、ミツさんに負けて富永さんはですね、はい、あ、今日調子悪い、調子悪い、調子悪いわって言ってました。3回ぐらい言ってましたね。はい、大事なことなのでそうですね、大事な、かなり大事なことなんで。なるほど。さあ、だがしかしタルバインが猛烈に猛烈なスピードを攻めていきましたが、あと2つが、2つが溜まって逆転です。逆転、いやー、チョッキンさん、これもう甲子園のような攻めあり、守りあり、エラーあり、いろんなことが今ありましたけど、この短時間ですごいですね。はいはいはい、チョキさん、ちなみにエレナ対イブキなんですけれども、ご自身でやっていてイブキどうですかね。いやー、なんかイブキの人ってみんな強い人ばっかりなんで。そうですね、割と結構強い人が多いですよね。キャラの上で行ったら多分エレナの方が有利だと思うんですけど。はい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 、やっぱりエレナの方がキャラとしては有利だけど、まあちょっとプレイヤーの差が出ているんじゃないかな。ちなみにイブキで、はい、まあそのこの人強そうだな、はい、この人一番やりたくないなっていう人は誰ですか。アツシさん、アツシさん、アツシさん、はい、まあ、アツシさん強いですからね。そうですね、まあ、アツシさんは研究熱心なんで、かなりは、まあ、おっと、これはめくりからスピニングビート。今のスピニングビートすごいですね、はい、あの Y3 さんのめくりボディからのハンマーマウンテンを放出させるような、そんな当たり方でしたから、はいはい、ガスミスザク、非常にいい試合になっております。さあ、勝利をイタリアに持って帰り、持って帰りました。母国イタリアに勝利持って帰りました。この3つ、ここで出てきたのはチョッキンのエレナ、まあ、先ほどタルバインさんスピニングビートだったんですが、このチョッキンはブレイブダンスを選んでおります、はい。さあ、そしてミツはここ勝つとですね、まあ、イタリアに、2勝利持って帰ることができるということ で、ね、はい、まあ、やはり母国イタリア、すごい減りですよ。うわ、まあ、ちなみに鳥羽さん、これ、はい、あれですかね、まあ、やっぱりあの歴としてはチョッキンさんの方がですね、はい、まあ、あると思うんですけれども、そうですね、まあ、ミツさんのこのオフェンス、ガンガンいっているオフェンスがですね、まあ、非常に先ほどからまあ、こう押そうしている形になっておりますので、まあ、そういったところで注目していきたいんですけども、はい、まあ、トマさんの個人的な予想というところではどっちでしょうか。うわ、なった、最後はミスを取りましたが、ミスさんのあの垂直ジャンプの動きがすごい上手いなっていう感じが見てて思うんですけれども、はい、まあ、ただチョッキンさん、我々同じチームなので、はい、ちょっと頑張っていただきたいですね、はい。シャブルを取って EX スクラッチオイルかわしていきます。トモさん、ちなみに夏と冬どっちが好きですか。夏と冬、そうですね、うん、夏ですかね。夏の方が好き、はい、なんでですか。いや、あの寒くないんで。そう、私と同じ理由ですね。あの冬はあの着込めば寒くないじゃないかというあの、はい、議論があるじゃないですか、はい、あの着込んでも寒いんですよね。寒いですね、あの何したって寒いんで、いい加減にしてほしいんですよ。本当です。さあ、ここは3つ、母国イタリアに2つ目の星つきました。さあ、そしてあ、エレナが、エレナがですね、エレナ、あ、今の2戦を振り返ってというか、うん、あ、今のタルバインさんのエッセイとチョッキンさんのエッセイ、はいはいはい、ああ、そういうことですね、まあ、はい、ブレイブだったんじゃないですかね、本当は、まあ、スピニングビートはタルバインさん結構いろんな局面でスピニングビート多いんで、そうですね、はい、さあ、ミツが攻める、ミツさん上手いですね。まあ、ユニアン側が結構イブキを嫌う傾向があるんですけども、ね、まあ、一般的には一応その、まあ、ユニアン有利と言われているこのカードなんですよね。あ、そうなんですか、はい、
なんか結構固められてすごいきついイメージがあるんですけど、そうなんですよ、まあ、先ほどチョッキンさんも申しておりましたがですね、はい、まあ、結構いびき使いのプレイヤースキルが高い人が多いんで、はい、あの逆にユリアンは今使い手がいない、まあ、キャラクターなんで、はい、まあ、そういう意味でちょっと差が開いているのかなという気がするんですけども、はい、まあ、やはり若干ユリアンの方が、まあ、有利と、まあ、言われておりますね。あ、まあ、昔ですね、はい、あの KO ヤン、はい、ネキチュンリー、はい、RX エリアンというチームがありまして、はい、そう、攻撃ですね。もうなんか聞くだけで吐きそうなチームですね、はい、でそこがですね、はい、あの攻撃予選で被害武器のチームと当たったんですね、はい、被害武器マギー、その時誰ですかね、まあ、ちょっとわからないんですけど3人目が、はい、で被害武器に KO 抜きとやられてですね、はい、まあ、最後は残った RX が、はい、まあ、3人倒して終わらせたという、あの伝説の試合があるんですけども、まあ、やっぱりそういうことを考えても、まあ、若干ユリアンの方が、まあ、比嘉は個人的にはユリアンがすごく嫌いなんだと言ってましたけど、あ、そうなんですね、だからそういう意味でもですね、まあ、ユリアンの方が、まあ、キャラが、あっと投げない、投げ場合が狭いですね、これ、狭いですね、かわいそうなキャラですね。まあ、ちなみに鳥羽さんはイタリアが好きそうな顔してますけど、はい、イタリアどうですか。あ、イタリアいいですね、行ってみたいです。行ってみたい、はい、鳥羽さんイタリアに行ったことはない。ないです、海外出たことないです。そういうことです、はい、海外出たことない。ない。あ、そうなんですね。一番行きたい国はどこですか。一番行きたいのはドイツですね。ドイツ、はい、ドイツなんで行ったんですか。あのケルン大聖堂みたいです。はい、ケルン大聖堂みたいです。ああ、そういうことですね。この歴史を学びたいと、はい、さあ、これはヘルン勝利しました、ユニア有利なんだと、そういうことなんですね。さあ、そし、さあ出てきたのはフランのユン、まあ、トマスイタリアじゃないんで、ドイツに行きたいということなんですけども、はい、その僕個人的にですね、はい、その大聖堂とか、はい、もう全く興味はないわけですよ、はい、もうドイツ行ったら、はい、もうあのフランクフルト食べたいなぐらいしか思わないわけですよ、はい、イタリア行ったらサッカー見てイタリアの料理が食べたいなぐらいしか思わないわけですよ、はい、大聖堂とか全く持っていらないんですけど、はい、どういうところが面白いんですかね。どういうところ、あ、結構建築とか興味あるんで。あ、じゃあすげえな、あ、このなんとか町の建物すげえみたいな、そんな感じで。そうですね、ゴシック建築すげえみたいな、そういうことですね、はい、まあ、歴史を学びたいと鳥羽さん言っておりますので、はい、まあ、これ皆さんね、これあの連れてあげようかなと思う人は鳥羽さんに声をかければいいと思いますよ。さあ、ここフランゲージ、まあ、一般的にこれもですね、まあ、非常にまあユン、はい、きついカード言われてるんですけども、今リードしているのはヘブン、まあ、ヘブンも大人になったということなんでしょうか、鳥羽さん。はい、ヘブンも大人になったということなんですかね。なったんですかね。サイズキック中盤落として、さあ、圧倒的に攻めて最後大パン。さあ、ヘル調子が良くなってきました、2連勝、さあ、ここで出てきたのは高橋の Q、まあ、ヘルは結構ミカドにも行ってるんで、はい、まあ、Q との対戦経験という意味ではですね、そうですね、あると思います。まあ、結構あるんじゃないかなと思うんですよ、はい、ミカドにも Q 使いはいますね、いますね。まあ、一般的にはこれもユリアン有利と言われているカードですけど、ね、ユリアン有利ですよね。ユリアン有利ですね、はい、まあ、トマさんの視点から見て、はい、ユリアンと Q だと、はい、どっちがいいですか。それはどういう意味で抱かれるならどっちがいいですか。え、そういう意味ですか。ユリアンと Q 抱かれるならどっちがいいですか。難しいですね。難しいんですか。ユリアンじゃないんですか。いや、ちょっと筋肉ガチガチすぎるのはちょっと。いや、でも機械ですよ、Q。機械なんですか。わかんないです。森川さん、Q って機械ですよね。多分そうですよね。でもちょっとガチムチは嫌ですね。ガチムチはちょっと嫌ですね。わかりました。ガチムチの人たちは、だいぶガチムチ直してから鳥羽さん口説いてくださいね。タックル、エイジス。さあ、高橋を追い詰めているのはヘブン。ここで投げて。さあ、まあ、だがしかし鳥羽さん、これ高橋さんの SA ゲージは2本溜まっているということで、はい、まあ、連続突進が、まあ、2回打てると、まあ、言ってしまえばですね、まあ、もっと厳密に言うと、連続突進が2回打てるわけです。はい、まあ、ということでですね、これはまだまだ分からないんじゃないかという展開になっておりますが、はい、ビンタ、まあ、ヘブン
としてはこれゲージをどんどん貯めて、イージスディレクターの、チャンスを、どんどん作っていきたいというところですね。画面端に連れて行ってっていう、はい、そうですね。あー、ちょっと出なかったかな。これちなみにどうでもいい話なんですけども、はい、キャラを選ぶときに国が出てくるじゃないですか、はい、ユリアンって確かメキシコとかですよね。そうですね、メキシコですね。これキューってどこなんですか。あ、全然見て分かんないですよ。キューってどこなんですかね。ロシアとかなんですか。投げて勝ったのはヘブン。ヘブンやりますね、3連勝。さあ、ケンサキさんはギャルオケンです。チャイントマさん、ギャルオはどうですか。ギャルオはあんまり好きじゃないですか、ね、好きじゃないですね。ギャルオの人たちは気をつけてくださいね。これギャルオはあんまり好きじゃないと。中間勝利、勝利剣、ダブル勝利。ダブル勝利どうですか、鳥羽さん。やっぱりダブル勝利出せる男と、はい、ダブル勝利が出せない男っていうのは男としての格が違いますからね。やっぱダブル出せた方が強いですね。かなりやっぱそうですよね。そのあたりは僕も同感ですよね。波動剣、おっと前倒したが、ここヘッド。まあ、これ剣対ユリアンなんですけれども、かなりこれね、剣側も、まあ、ユリアンに剣はかなり、まあ、いい勝負ができると思うんですけれども、はい、かなり剣側は試合作りが難しい、まあ、一つのミスで全て終わってしまう、はい、まあ、それはどのキャラもそうなんですけれども、そうですね、剣だとしても、まあ、そうなってしまうということで、はい、まあ、剣も他のキャラと同様有利を押し付けていくというのはなかなか難しいです。この1回のチャンスが非常に肝になってくる。投げて、これよく見ました、検索。まあ、ヘブンかなり頑張ったんですけども。ちなみに鳥羽さんから見てですね、はい、同じレミ使い以外で、はい、まあ、このプレイヤーには、はい、注目しているというか、まあ、このプレイヤー結構好きだなと思う、はい、他のキャラ使いでプレイヤーと言いますか。他のキャラ使いですか、はい、そうですね、クソリュウさんの今後にはとても興味がありますね。誰ですか。クソリュウさん。クソリュウさん、はい、クソリュウさん、マニアックですね、あなた。マニアックですか。かなり東西線見てないとわからないような人ですかね、はい、クソリュウさん。いや、毎週見てますよ。クソリュウさんの今後にやっぱ期待していきたいですか。期待してますね。まあ、やっぱりそうするとあれですかね、その最初から完成されたプレイヤーよりも、はい、努力して強くなっていくプレイヤーの方が鳥羽さんとしては、まあ、そうですね、どちらかとしては好きかなっていうわけです。タックル投げてテリブルと最後は決まっている。トマさん、ちなみにその来年クーペが開催されるのはもう決定したんですけども、はい、クーペのチームは決まってるんですか。いや、まだ決まってないですね。全然決まってない。全然決まってない。前回はちなみに、前回は女性チームですか。いや、ビギナーズで組みました。ビギナーズ、カラノとかですか。ヘブンとバー、赤ガエル、赤ガエル、KM さん、KM、剣使いの KM さん、それから、待って、すごい、私、すごい、こういう記憶がすごいドアスルするタイプなんですけれども、ひどい女ですよ、皆さん、これ、これ、彼氏の誕生日忘れる系ですよ、これ、いやほら、あんた、正解さあ、ここは検索さんうまく倒していきました。エブに対して勝利した検索。次はバルニャンさんです。わかりました、はい、わかりました、はい、ドリームさん思い出しましたね、トモさん。LINE で連絡取り合ってたんですけど、はいはいはい、名前が違うんで、はい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 、あれですね、 LINE の名前は福波圭介、プレイヤーネームはエブ。やめてあげてください。 LINE の話はやめてあげてください。LINE の名前は福波圭介、プレイヤーネームはエブみたいな感じですよね、それは。ボリュームさんね。さあ、投げてバリアン、ラストリーリードしております。投げて、さあ、これは同じ、レミ使いということで、はい、トさんも、注目していたいところではないかと思うんですけども、そうですね、まあ、やっぱりちょっと単価が高いんでね、ケンというキャラ。トマさん、ちなみに、はい、このまあ、チュンリー以外で、はい、このキャラはちょっと嫌だなと思うキャラって何ですか。チュンリー以外で嫌なキャラですか。チュンリー自体はそこまで嫌じゃないんですけど、嫌じゃない、嫌なキャラトップ2はオロとエレナですね。オロとエレナ、はい、オロとエレナきついですね、はい、じゃあこのキャラを使ってるやつは、はい、絶対性格悪いだろうと私は思ってるってキャラいますか。
オロじゃないですか。オロですかね、そう、はい、僕も思います。やっぱりフグさんとか、はい、性格悪いんですかね。いや、フグさんは超いい人。フグさんいい人ですか。いい人なんですけど、はい、あのもう一人いるじゃないですか、あのカタカナ2文字の。あ、カタカナ2文字の人ですかね。今日はいらっしゃらないですけども、まあ、今日さっきいらっしゃってます。今日は多分いらっしゃらないですね。あの、タミヘイさんはいらっしゃらない。今日はあの、そうですね、あ、今日じゃね。いや、でも鳥羽さんあれですよ、まあ、コロは職業は明かせないですけど、はい、かなりお金持ってますよ。そうですね、かなりお金持ってますよ。そうです、ね、女性から見てどうですか、そしたら。そういう、いや、あの職業は、はい、いや、まあ、僕が女性だったんですけど、はい、かなりいい職業なんじゃないかなと思います。かなりいい職業だと思います、はい、女性から見てもいい職業なんじゃないかなと思うんですけど。おっと、赤風呂ダメですか。いや、いいと思います。あ、いいと思いますか、はい、投げて、ここら辺ですね、コロさん。ブロッキングからあそこで中盤昇竜昇竜に行っていれば、はい、まあ、やっぱりああいうところで単価高いダメージが取れると、そうですね、まあ、相手に対してもいけるんじゃないかなというところですけど、中台重ねていった EX 波動拳、まあ、結構ダメージ与えてる感じはするんですけれども、あんまり減ってないですね。そうですね、投げ返して、これから射大事にしたい。このエーナの画面、あ、エーナじゃない、レミーが画面端追い詰められてる時、はい、結構その隙がありそうでないんですよね。あ、せっかく追い詰めてるんですけども、まあ、なかなか攻めづらいところが、剣もその攻め手がそんなにないキャラなんで、まあ、やはりそういうところシンプルに立ち回るという意味では雷雨ミスをちょっと大事にしたいところなんです。中大波動しない、これは確かに。あ、痛い。リブあった。ここはシベルノーバーガードしていきました。もう一本ゲージがあるので、あと昇竜拳、何が見えた、昇竜拳。そうですね、あそこはダッシュして投げに行くところだったんで、昇竜で首切ったんだろうと思います。おー、鳥羽さんありがとうございます。はい、さあ、鳥羽さん、ウミンチュさんといえば、はい、ハイパーボムなと思うんですけれども、はい、ブーメランレイドですね、今日。そうですね、ここ最近はレイドの方が多いんじゃないかと。レイドの方が多い、はい、まあ、これはの特にキャラがどうこうというわけではなくて、最近の自分の、まあ、レベルアップに対して、まあ、ブーメランレイドをそろそろ使っていこうかなと。そうですね、封印されし、レイド、まあ、かなり練習してますからね、ウミンチュさん。そうですね、EX フラッシュオップ、まあ、最近はアカガエルですとか、はい、その結構強い頑張ってるアレックス界が増えてきておりますので、はい、まあ、そういう意味ではですね、このウィンチュにも頑張っていただきたい。非常にあの堅実なプレイヤーなんで、僕はウィンチュ結構あの個人的には頑張ってほしいなと思っております。そうですね、結構あの相手が動きたがるところを心得ているというか、はい、ちゃんと技を置いていると思います。そうですね、結構その押し引きがね、結構いいプレイヤーですよ、これは。赤ブロ取ってきましたが、お、元気チョップで起こしていきました。うまく耐久して、この辺り待っているところが、ウィンチさんのこの待ちが結構強いですね。そうですね、この辺りがダッシュ見てません、飛び込んで、これ鳥羽さんいいんじゃないですか、ウィンチュ。すごいですね。あとはちょっとコマンドミスが出てしまったが、今ハイパーボムかなんかマシなんです。ハイパーボムっていうかパワーボムかなんかマシなんです。踏みつけて、面白いプレーです。ファンタジスタ的なところも感じますね。めくり、エクサ先、ライパンガードして、さあ局面になっているが、最後はこれもダッシュに中パンと、ダッシュよく見ておりました、鳥羽さん。置いてありましたね、はい、まんまる。さあ、猫ワンマが選択したキャラはダットリーです。ここからは、まあ、かなり、強いところが出てきますが、はい、懐かしいですね、浅田真央。かなり懐かしいですね。動画で見てました、この名前。さあ、浅田真央登場ということで、まあ、鳥羽さんは浅田真央もですね、はい、まあ、かなり現役を続行するか、そうですね、それとも引退なのかというところですね、はい、まあ、迷っていたみたいですけども、結局現役続行ということで、続行ということで、はい、はい、まあ、来年のオリンピックも期待できるんじゃないか、はい、来年かな、来年じゃないね、次のオリンピックも期待できるんじゃないかと思いますが、はい、さあ、ウミンチュ、浅田真央に対してどういったプレーを、まあ、ここら辺になってくるとですね、まあ、浅田もかなり、まあ、力強いプレーヤーなので、はい、まあ、どん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 自分から攻めていきますんで、大パンから、これはジェタパ大 K です、ね、ストレート、
さあなんとかウェミンチュはかいくぐっていきたいというところなんですけれども、やはりこのレベル来てしまうとですね、プレイヤースキルがだいぶ上がってくるかなというところもありますので、はい、まあ、一つ、まあ、ウェミンチュとしてはですね、この浅野を倒すとですね、かなり、まあ、あの自分の実力というのも上がってきている証明になるんじゃないかなと思います、はい、下はガードしている。まあ、戸田さんもね、前回あの、はい、ビギナーズ優勝してますから知ってますんで、私、はい、ありがとうございます。この優勝ですね、きっかけにですね、まあ、またどんどん伸びてほしいなと思います。はい、ブロッキング投げて相手を追い詰めているのは浅田真央、おっと苦しかったね、違った、ちょっと遅れたか、あ、ちょっと早かったかっていうところなんですけど、浅田の勝利しましたか。はい、まあ、私あのタマコンはですね、はい、あのまあ、ビギナーズではないと思っているんで、なるほど、はい、まあ、そろそろもういい加減にしてほしいかなという。ちなみにゴロネコとビギナーズですか。ゴロネコさんはまだビギナーズです。さあ浅田真央、浅田真央が下ブロックってさっきだけ、このキラキンのエレナもかなり今堅実なプレイヤーですね。そうですね、はい、で一般的に今このエレナダットリーっていうのがですね、はい、なかなかこのエレナ使いがいないんで、はい、そのダットリーがかなりやりにくいカードの一つなんですけども、はい、まあ、ここ浅田真央かなりうまく立ち回っております。ラウンドアーチを取って大剣 EX マシンが剥がせていただきました。おっとこれはショートスイングに対しての遅らししゃがみ中盤からはブレイブしっかり決まって、あっという間に浅田の体力がなくなっている。ここもスクラッチホイール空中からヒットだったんですが、しゃがみ中盤空中ぐらい、これはまたしてもスクラッチホイール、あっという間に1ラウンド取り返していきます。このキラキン、トマさんどう見ますか、この浅田またキラキン。そうですね、これはあっと髪が、まあ、画面端にやはり追い詰めていったときにこの、はい、浅田真央連打が期待されるんですけれども、はい、トマさんちなみにあの今回の甲子園は、はい、京都代表はやはりかなり応援していらっしゃったんですか。はい、今回の甲子園ではかなり京都代表は応援していらっしゃったんですか。あ、甲子園、あ、はい、すみません、見てないです。甲子園見てない。ちなみに甲子園の京都代表の高校は知ってますか。わからないです。あ、三重県なのかな。まあ、三重か多分京都のですね、代表高校が、はい、三重ですよね、三重県代表鳥羽高校だったんですよ。さあ鳥羽さん、まあこれはですね、はい、まあ、F 登場なんですけれども、はい、まあ、ラットリー対決ということで、はい、まあ、F には同キャラ頑張っていただきたいんですが、はい、まあ、F さんはもうビギナーズではない、はい、そしてゴロネコさんはまだいまだにビギナーズということでですね、はい、まあ、自分はやはりビギナーズじゃないんだ、ビギナーズ卒業しているんだというところですね、はい、まあ、やはり S さんにはここは見せていただきたいなと思います。そうですね、ガンガン攻めてますね、はい、これもう負けた暁には僕が何をするかというのはね、もう分かっていらっしゃると思いますので、なんとなく分かります。はい、はい、マシンが大警戒コークや、やはり F 強いですね。はい、まあ、肉付きが良くなってやはり一皮抜けたんですかね、それとも夏になって海に行って一皮抜けたんですかね、どうですかね、鳥羽さん。どうなんですかね、海に行ってきたのかもしれないですね。海でも似合いそうですよね。そうですね、海でフランクフルト食ってる姿が似合いそうですよね。いやいや、サーフボードも似合うと思いますよ。ということですね、サーフボード似合います。おっとロケットアッパー切り返していく。さあ浅田真央、飛び込みがなぜか入ってしまう、どうした F。 これちょっとまずいんじゃないですか。ちょっとまずいですね。モンスターハンターの販売に備えてここでサードやり込んでおきたい。モンハンが出たら若干モンハンに移るでしょうから、ここは勝っておきたいです F。 トラさん、ちなみにモンスターハンターはやられるんですか。モンスターハンターはあの PSP でやってました。 PSP、 あー、2ですかね。2と3ですかね。いいですかね、投げて、バエスさんやりますね、ここ勝利です。浅田真央に対して同キャラ戦勝ってきました、さあ谷平さんのヤギョウ玉ですが、鳥羽さんさっきおっしゃったのから教えていただきましたが、はい、まあ、谷平さんはかなり嫌なやつだと、性格絶対悪いだろうと、まあ、僕もそう思います、多分、まあ、かなり悪いですね、これ。そうですね、金さえあれば女の子どうにもなると、そう思ってる系統ですよ、これ。うわぁ、ちょっとそれはまずいですよ。さあ、F 対タミヘ、これはリードしているのタミヘです。あ、タミヘではF ですね。さあ、この金足
中断。剣術の場所に投げられてしまう。ここの投げちょっと痛かったか。相打ちになってまたしてもこれは谷平投げる。さあ矢行玉をどういったところで使うのかというところなんですが、まだこれは発動しておりません。ここで使っていく。あっとどうする、どうする、どうする。さあ今どうしようとしたんですかね、トマさん。ジャンプ前後ですか。あれ別に下がればいいじゃないですか。まあ、下がってガードで、あのかっこいいことしようとしたんですかね。まあ、せめて死ぬ前にはあのちょっと取れるんだぞと、ちょっとなんかかっこつけたかったんですかね。さあこれは抜けれるか、抜けれるのか、抜けれない。さあこれは抜けれるのか、抜けれない。さあこれは抜けれるのか、これは次こそ抜けれない、抜けれません、抜けれません。さあ抜けれるのか、抜けれない。勝ったのは谷平のほろ。いやー、ひどいゲームですね。バナオさんです。さあバナオさんの竜が出てきましたが、まあ、先ほどの話に戻りますが、鳥羽さん、はい、クソ竜さんには注目しているということなんですけども、はい、結構竜が好きなんですか。そういうわけではなく、まあ竜自体は別に好きといえば好きですけれども、ね、はい。電磁波動拳使う理由なんかどうですか。電磁は嫌いです。電磁嫌い、はい、電磁嫌いですかね、はい。自分が結構クロスそうなやつは嫌いですか、ね。いや、あの対戦してて嫌なのは真空の方なんですけども、はい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 。クニとかどうですか、クニさんとか。あ、クニさんは別にまあ普通かな、普通に、あのもう、はい、それ以前のところでまだまだ負けてるんで。さあまあ竜使いにもまあいろいろあるんだということを戸場さんから教えていただきましたが、ね、波動拳波動拳と。まあでもあの小田対竜、結構その竜が厳しいと言われているカードなんですけども、はい、あのこのバナオさんもですね、あの国さんも、はい、まあ術先でオロニア痛い目を見て、はい、まあさらなる成長をしようと、はい、頑張っているところだでしょうから、はい、まあ、そういう意味ではですね、我々バナオさんは同じチームなんで、はい、まあ、頑張っていただきたいなと思っているんですけども、まあ、タミヘンさん結構そのやっぱり性格悪い。あっとこれは確定してる。さあバナオさんがここは今の素晴らしいプレーですね、はい。さあ日輪が消えて EX 作動波動拳ガードして5秒4秒、ダイヤ進行かして、これは何をしても間に合わない。素晴らしい1ラウンドでした。結構鳥羽さんあれですかね、そのサードを見ていて、はい、殴り合いな展開と、はい、その引き合いだと、はい、殴り合いの方が好きですか。殴り合いの方が好きです、ね、殴り合いの方が好きですかね、はい。じゃああまりチンリーで引いて下がってるようなプレイヤーはあんまり好きじゃないかなっていうところですね。どうなんですかね、まあ、ジリジリした戦いも嫌いというわけではないですけど、もう本当見てて、あの寿命が縮む、まあまあまあ、息苦しくなりますね。そうなんです、特にチュンリーの中足の差し合いなんかっていうのは本当に息止まっちゃうんで。さあ、今度は打って変わって、おっと、これはコシコシ真空波動拳決まって、バナオの勝利。 You win。 YSB さんですね。夏だからこそ山に登る、そう言っておりました YSB。 2015年夏 YSB 沖縄、夏 YSB 沖縄。さあ YSB 登場です。はい、ついに久しぶりにこの YSB 登場ですが、相手はバナオということで、鳥羽さん、はい、まあ、YSB がですね、はい、あの光り輝くマウント YSB になった時にですね、はい、ちょうどこのバナオさん、この第2戦で戦っていた相手だったんですよ。なるほど、はい。まあ、なので、はい、まあ、僕は個人的にすごい感慨深いものを感じるんですけれども、はい、まあ、あれからもう YSB が山の男となってからですね、だいぶ月日は経ちますので、はい、まあ、かなり運命的な再会を感じるんですが、ここは YSB かなり苦しい戦いです。やはり YSB も言っておりましたが、電磁波動拳使いはかなり、まあ、厳しいんだと、はい、YSB さん自身言っておりました、はい。だがしかし YSB にはあります、ゲージがあります。ゲージが、ブロッキングが一番。さあマウントゲージどこで使っていくかというところなんですが、ここアッパー速投、はい、マナオが非常に素晴らしいプレー見せております。あったじゃあれかい、使わない YSB ハウスに追い込んで
さあ、IH 取りました。さあ、鳥羽、はい、さん、YSB ハウス、ここ脱出しておりましたが、はい、一つやはりハウスに持ってきたいですね、YSB。そうですね。かなり厳しい、かなり厳しいですが。さあ、ホリー、YSB を、煽るバナを投げて、まだ死なない、YSB終わってない。バールを取って、昇竜拳、勝ったのはバナを。新太さあ、新太がここで登場ですが、鳥羽さん、コメントではですね、はい、バナオさん最後まで行きましょうと、はい、バナオ応援コメント入っております。はい、入っております。まあ、バナオさんはですね、乗ると強いプレイヤーなんで、はい、まあ、乗ると手がつけられません。アッパー即答。さあ、これは、そしてそのきっかけがユンになることは非常に多いんですが、さあ、夏といえば鳥羽さんやはり扇風機ということで、はい、まあ、バナオさん大扇風見せてきましたが、はい、投げてバナオ扇風見えるか。あと、これは中鉄当たってしまって追っかけていく。さあ、当然バノンさんはここは電磁波動拳選択しておりますが、中台、台は届かない。ちょっと緊張しておりますかね、バノンさん。そうですね、投げが暴発みたいな。はい、さあ、1ラウンド取ったのはシンタ。まあ、シンタは結構その鳥羽さん同郷ということで、あの、結構仲のいいプレイヤーの一人ですよね。え、同郷？同郷というか、まあ、同世代というか。ああ、はい、はい、同世代ですね。はい、はい、同い年です。ブロック、竜巻、波動、電陣、これはさすがに若い、若いですね。若さゆえの電陣が取れない、このあたりしょうがないですね。サバナオさん、折っていきます。はい、あと出しかー。これは完全にやっちゃいました、バナオさん。バナオさんやっちゃう、はい、バナオさんが、あ、バナオさんが、バナオさん、煽られまくり。バナオさん、おられまくりです。投げと中足でしょ。さあ、バナオさん、やり返してきた、やり返してきた、やり返してきたが、バナオさん勝ったのはシンタ。ユンも扇風脚ありますからね。そうですね。さあ、富永さんです。さあ、副将同士の対決となりました。 1P が富永登場、そして 2P 側は先ほどバナオに勝利しているシンタ。まあ、全く筐体トラブルはなかったということで、はい、シンタが通過取ります。はい、投げて、さあ、富永対シンタといえば、これはニュートンで結構やっているカードなんですかね。ああ、そうですね、やってるんじゃないでしょうか。鳥羽さん、結構ニュートンも行かれてますか。いや、最近は、まあ、たまには行ってるんですよね。そこまではビギナーズ以外はちょっとあんまり、まあ、たまにあのトリブに行っております。さあ、あっという間に勝ったな、富永。さあ、まあ、やはりシンタ若いプレイヤーなので、はい、まあ、やはりこういったところでプレイヤー年数の話になってくるのかもしれません。おっと、これは富永見せていく。マジか、読んでおりました。もうこれが動画のために、いや、これをやりたかったんだという、そういう意思表示です、富永。もうこれしか狙ってないと、完全な決め打ちです。はい、さあ、マッチさんが登場です。大将マッチを置きたい富永、副将の誠ではあります。さあ、本日も鳥羽さん、はい、まあ、副将大将戦とかなり大詰めになりましたが、はい、このマッチ対富永、まあ、はい、いい勝負だと思うんですけども、はい、まあ、お互い多分結構いけると思ってると思います。あ、そうなんですか。鳥羽さん的にはどうですか。そうですね、結構マッチさんが勝ってるイメージが、マッチさんが勝ってるイメージがあると、はい、まあ、マッチ本人も、まあ、富永はしっかり対策ができていると、はい、富永対策がもうできているな、マッチさんも言っておりました。はい、まあ、そういう意味ではかなり自信を持ってマッチさんも、プレーしていることだと思うんですが、やはり破壊力の差が、おっとここ連打決まって、この辺りがやはり今一番やり込んでいる、一番波に乗っている男ということなんでしょうか、マッチ動き。まあ、関東でおそらく今やっているサードプレイヤーという意味では3本の指に入るんではないでしょうか。はい、徳田さん的にあと2本は誰になるか。あと2本は、まあ、富永マツケンですかね。あ、なるほど。下下めろ、これはしっかりガードしている。ダブルアップを狙ってやっき投げ、この辺りマッチ非常に素晴らしいプレーを見せている。小足でダッシュを警戒している。さあ、富永バッタです。症状バッタ、カラクサ掴んでバッタモードからダイパー EX テスト中継落として、イエル投げ、これで決めたかったんですが、富永ファイヤー波動でここは一旦間を持ってバックダッシュ、中継落としてカラクサ、
それ非常にいい勝負になっております。この副賞大賞戦富永対マッチ、はい、僕と富永です。さあマッチはゲージが2本溜まって、まあ、こうなってくると当然ながら鳥羽さん、はい、春国札も、まあ、状況次第で狙えるところになってきますか。走ってきたところに中足メンバー、これがしっかり当たって、まあ、元々の春国札が多いプレイヤーではないので、はい、まあ、ゲージを効率よく、まあ、中国を放出していくという形になっておりますが、はい、今のも上手いですね。はい、入れ替わりで事故がないように非常に待ち動き素晴らしい動きを見せている。ブロってあと単だけ、まあ、今ヒヤッとしましたが、すごいヒヤッとしました。また温度正解になっている。壊しエクソロシアガードして下キャッキリ潰していきました。ダッシュ中継、これ当然ながら当たっていればメッツアツゴハドというところだったんですが、はい、いい勝負になっておりますね。はい、ジリジリしてますね。こっちと際どいとこ、またもダッシュ警戒、ダッシュ投げ、これ反応できず、かなりいい勝負になっているが、パンチ力的にはやはり富永大慶 N 大慶、ここはメッパ大慶届いて、どうする富永、マッチはどうさばいていくか、前に行ってどうする、ここはです、ゴーロがライバー、マッチが勝利。負けた、悪い。いや、違うんだ、あれは。あれ、このメッパ飛んで甘えたな、あれ、かつ、いや、行動分かんなかった。一回さ、波動、はい、なんか弾飛び抜けたじゃん、一個前のやつ、一個前のやつ、はい、あれ飛び越えてなんか確定だったかなと思って。ああ、いやでも何も1が難しかったですよね。思い浮かばなかった、飛び越えそうな、下手くそ、何も入んないか、何も入んなかったって。残念。さあ大将トクラさん、はい、さあ今日は久しぶりにトクラさんだけど、トクラさん大将なんだろう、これ順番変わってますね。変わった徳田富永だったんですが、これは富永徳田になった、このあれですね、はい、理由が多分、これ徳田さん大丈夫ですか、あれですね、やっぱり徳田さんが、はい、最後大将で分からして気持ちよくなるっていうね、はい、シナリオが出来上がってるわけですね。だからあの徳田さんはこっからまくっていく、これが格の差ですね。これですね、富永では倒せないマッソを倒す徳田みたいな。なるほど、なるほどね、この景色俺が見せてやると。そうですね、東西戦っていうのはそんな遊びじゃねえんだと。なるほど、実はガチなんだと言ってました。言ってません。さあ、おー、ここから徳ちゃん、徳ちゃんのガードの脆さがバレた徳ちゃんのガードの脆さがバレてきたぞ。大丈夫、あれゲージも大丈夫、大丈夫、トクラさん1ラウンド遊ぶんで。あ、なるほど、そうですね、開幕も SA ちょっと食らうんで。さあちょっと、おい、ちゃんとやって、お、あった、落ち着いてます、さらの落ち着いてます、ガードして、あそこかかとでした。ということで、マッソが勝ちましたんで、はい、じゃあ大賞大賞だったからこれで終わりか。そうですね、スーチームの勝利ですね。トクラさん、なんで、はよ。じゃあということで本日の東大戦、これ個室強いです、お疲れ様でした、ありがとうございました。トクちゃん、トクちゃんなんで